今回ね、この対馬というフィールドで石鯛釣り楽しんだんですが、やっぱりこういう大自然の中でもうフルキャストできたっていうのは本当に僕自身嬉しかったですね。石鯛釣りって皆さん難しく考える方も多いと思うんですけど、でもそういうライトな、まあ、投げ竿とね、ドラグ付きの投げリールで釣ることができる、いやこれはまた新しい発見だったですよね。今回ね使用してるリールなんですけども、新しくなりました、パワーエアロ TD、 結構でも石鯛パワーあるんですよね。最後の最後までもう締め込みますけど、ただ今回のリールはもう巻き上げ力が強いんで、ドラグがジャーッとなって、ね、ワンアクションでドラグを締める、合わせるっていう、まさにこの今回のねパワーエアロ TD の力が発揮できた証拠だったと思うんで、もう改めて力強さ再認識しましたね。